西条駅、広島県。西条駅は、広島県東広島市西条本町にある、西日本旅客鉄道 JR 西日本山陽本線の駅である。篠ノ井線の西条駅と区別するため、当駅発着の切符には、要、西条と印字される。人口19万人を抱える東広島市の中心駅である。市内には、 新幹線の停車する東広島駅もあるが、市街地中心部に位置する当駅の方が、乗降客数は圧倒的に多い。広島大学の最寄り駅でもあり、また、西条の酒蔵にほど近いため観光駅としての顔も、ある。毎年10月第2土曜、日曜は西条中央公園で、酒祭りが開かれるため県内、県外の観光客で賑わう。駅では、 上り貨物列車の補助機関車を開放する作業を行っており、機関車開放業務を JR 西日本の社員が行う。かつて1月に行われる大学入試センター試験で、広島県東部から広島大学に向かう受験生輸送のため、臨時列車が大門駅等駅に設定されていた。受験生を降ろした後は、八本松駅の抽選か、広島運転所まで改装していた。 短式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、計二面三線のホームを持つ地上駅。2014年、平成26年1月13日より、京城駅舎、駅ビル西側の暫定使用がなされ、列車停止位置が広島寄りに変更。また、改札と気をスく、トイレは新駅舎へ移行し、仮設駅舎、仮設トイレは、前日12日電をもって、使用を停止。 仮設駅舎、トイレと、急湖線橋撤去の東側部分の駅、階段や駅業務スペースや駅ビルテナント部分の工事に移り、2015年、平成27年1月25日10時より、全面使用開始。自由通路開通と、北口広場の利用開始と、テナントに、キオスクセブンイレブン、サンエトワール、お好み焼き、福ちゃん、うどん屋、駅麺屋、薬局チェーン店、 松本清の5店舗が開けした。2016年3月から仮駅舎時に事務スペースとして使用していたトイレ前のスペースをベンチやテーブルを備えた待合室として開放している。旧駅舎は単式の1番乗り場側にあり、島式の3.4番乗り場へは古戦橋で連絡していた。2011年平成23年6月1日、JR 西日本は 東広島市と当駅強同化やバリアフリー化について合意し、同年10月20日より工事を開始。これに伴い旧駅舎はすべて解体された。駅長が配置された直営駅であり、管理駅として、西洋本線の白市駅マイナス向き用駅間、各駅、海田市駅が、駅長配置の地区駅と、呉れ線の坂駅と、矢野駅。 山陽新幹線の東広島駅、駅長配置の地区駅を管轄してる。愛子家利用可能駅、相互利用対象 IC カードは愛子家の項を参照。1日の平均乗車人員は以下の通りである。山陽新幹線東広島駅よりも、市街地に近く、飲食店やスーパー等の娯楽、商業施設や市役所、銀行、郵便局といった行政、 金融機関も配置されている。周辺の旧山陽道沿いには酒蔵が数多くあり、週末には2社以上の酒造会社が酒蔵を開放している。また、毎年10月第2土曜、日曜には酒祭りが開催され多くの観光客で賑わう。東広島市の中心部として位置づけられているが、住宅が密集しており、また、岡町商店街も寂びれていた。 しかし1990年代後半から着工した駅周辺の再開発によって広島大学東広島キャンパスへ続く広島県道195号最上停車乗船通称ブールバールが駅前まで4車線化された駅前整備は2006年平成18年2月に完了したこの整備により駅前広場が拡張され駅前には 東予コインや複合ビルを建て、現在も発展を推進させている。旧、富士グラン、西条駅前店、富士東広島店の敷地は、アーバンコーポレーションが帰り1階部分を商業施設、2階以上をマンションとして、高層ビルを建設していく計画であった。しかし2008年、平成20年8月に、アシャは経営破綻し、債務弁債後は法人を解散すると共に事業を、 中断。その後、さらちとなった土地は、市が購入して、向かいにある、中央障害学習センターの機能を拡充した、東広島芸術文化ホールを建設することが決まり、2013年6月まで、市役所の庁舎建て替え工事に伴う、臨時駐車場として利用された。また同地は2010年、平成22年5月24日から2011年、 平成23年9月2日までは、西条税務署の仮庁舎が設置されていた。2013年8月から芸術文化ホールの建設工事が始まり、2015年平成27年秋春工、2016年平成28年春開館予定。なお、かつて駅に接続していた丘町商店街は、再開発により駅前広場と分されたが、歩道が拡張された。 また、商店街周辺は、歓楽街へと姿を変えつつある。駅舎がない北口は、駅前整備も長年行われず、寺院や住宅が密集している。東広島市では、福富、豊坂へのアクセス工場を目的として、広島県道329号、飯田吉行線に接続する指導最上駅北線を開通させ、北口にも、 南口と同様のロータリー、駅北広場を整備する計画。これにより前日通り2014年、平成26年1月13日より南北自由通路を設置した京城駅舎の使用を開始し、2015年、平成27年1月25日には南北自由通路が使用開始となる。ロータリー共用後は、 北口から広島空港へのアクセスバスの運行が計画されており、空港への利用促進と東広島市内の観光客増加を目的としている。大学。高等学校、中学校、小学校、公園。南口ロータリー乗り場、北方面増加、福富と坂方面。北東方面高見が、丘。 近畿大学工学部、西高谷駅、白市駅方面。南東方面、東広島駅、竹原、秋津方面。南方面、黒瀬、広島国際大学、呉大学、広市、呉方面。広島大学、循環、南西方面、吉川、田口方面。西方面、八本松、瀬野、広島方面。北口ロータリー乗り場、広島空港リムジンバス。 中国 JR バス。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。